れね、プレイステーション5を使ってるっておっしゃってたんですよ。 XBOX 民は XBOX 民に優しいです。結構キーマウに映ってますね。はいはい、大変お待たせいたしました。ということで今回はモンスターハンターワイルズ、どのゲームハードがいいか皆さんと検討していきたいと思います。私ゲーム実況者チャチャチャと申します。よろしくお願いします。ということで今回はですね、モンスターハンターワイルズ、プレイステーション5、プレイステーション5プロ、XBOX シリーズ S、シリーズ X、またスチームでプレイすることができます。それぞれのハードのメリットとデメリット、皆さんとね、分かち合いたいと思います。よろしくお願いします。なんで戦争になるの？みんな仲良くしようよ。自分が使ってるハードのファンだと思うから思い入れは強くなると思いますが、仲良く楽しく戦争していければなと思いますんで、よろしくお願いします。まず、共通項目からいきましょう。クロスプレイができます。そしてクロスセーブはできません。発売日は2月28日です。まずクロスプレイっていうのは、例えばプレイステーション5で自分プレイしてますけど、スチーム版の人とか XBOX の人とも遊べますよ。ただし、このクロスプレイ可能っていうのがネックでして、クロスプレイを切ることもできます。だから私はプレイステーション5で遊んでるけど、今日ちょっとプレイステーション5とだけ遊ぼうかなって言ったら、プレイステーション5の人とだけ遊べます。それ逆に言うとね、プレイステーション5で遊んでるけど、今日 XBOX の人とだけ遊びたいな、ということはできません。自分が持っているゲームハードと同じ人とだけ遊ぶということは可能です。ここがね、ポイントになってきます。で、もう一つ、クロスセーブができません。これはなんじゃらほいと言いますと、普段はプレイステーション5で遊んでるけど、今日は出張に来たから、リュックに入れてきた XBOX で遊ぼうかな、みたいなことができません。もちろん、プレイステーション5とプレイステーション5 Pro は同じアカウントで入ればできます。そこだけ注意。では、まず、価格とストレージ。プレイステーション5、ディスクドライブなしが 72,980円、ありが 79,980円、それぞれ 1TB です。高くなったね。最初出た時さ、プレイステーション5絶対8万ぐらいするよって言われてたけど、出た時に5万円台でうおーってなった。まあ想定通りの金額になりましたね。そして続きまして、プレイステーション5プロ、119,980円。プレイステーション5 Pro はディスクドライブはないバージョンしかないです。ちなみにディスクドライブっていうのはディスクを差し込む場所がないってことですね。パッケージ版買っても遊べませんよみたいな感じです。じゃあ次行きますか。XBOX の X! ディスクドライブありバージョンが 66,978円。なしが 59,978円。ストレージは 1TB。プレイステーション5に比べると12000円ぐらい安いですよね。しかも、性能はもうほぼ変わらないよね。そして続きまして、XBOX S、ディスクドライブなしバージョン。これがね、10月の15日に発売するんだよね、新しいのがね。これが、512GB が 44,578円。そして 1TB が 49,978円。で、最後、パソコンですね。推奨スペック以上のパソコン1から揃えますよってなると、推奨スペック17万からプラスコントローラー、マウス、キーボードです。まあ、コントローラー、マウス、キーボードめちゃくちゃ安いやつ買ったとしても18万から。いや、そうだね、パソコンのゲームするんだったらマウスとかキーボードめっちゃ高いですよね。やっぱね、パソコンって制限ないのよ。上見れば上見るほどすごいいいものが売ってるから、例えば私が持ってるカスタムコントローラーは7万ぐらいするの。信じられないでしょ。でもね、パソコンでゲームやってる人、そういう人もいるから、対戦ゲームをガチガチでやりたいって言うなら、そこまで揃えないと結構やばかったりするの。ただ、まあ、そこまで必要ないってなると、まあ、コントローラーもほら、お休みのやつとか、だから今、コントローラー持ってる人は、そのまま使えるし、マウスとキーボードもさ、こだわりなければ、1000円とか2000円とかでできるから、一応17万ぐらいあれば、環境は整いますよ、みたいな。そんな感じ。あ、そうだね、パソコンは分割払いもできるところ多いですよね。そう考えると、総額は高いけど、手が届きやすい。こんな感じですね、まず。じゃあ、それぞれのメリット、デメリットに移っていってよろしいでしょうか。じゃあ、まずは、プレイステーション5とプレイステーション5プロのメリットからいきましょうか。
まずは発売日当日の0時から遊べるはずです。通例通りであれば。意外とスタートダッシュおもろいんですよね。うわって先に進めてたらさ、こうネタバレも食らいづらいし、あとやっぱ進めてると人を助けたりとかもできるから、これは楽しい。みんなやってるのに自分だけできないなみたいな感じにならないのは結構強いなと思ってます。次のメリットがこちら、エラーが起きた時に検索したら対処法にたどり着きやすい。ツイッターとかインターネットとかでエラー番号を検索したら大体解決法が載ってたり、あとはまあみんな一斉にエラーになってるから諦めるかってすぐ解決できるんで、時間も節約できますよね。プレイステーション5の最大のメリットだと思ってます。あと壊れても修理窓口が安定のソニーです。しかもめっちゃ早くて、修理品到着後数日から最大で7日ほどで帰ってきます。これめちゃくちゃ早くないですか。7日も触れないの発狂しそう。大丈夫、長くて7日だから。次、クロスプレイを切っても日本人が多いです。まあ、もちろん海外の人もすごい多いんだけど、でもクロスプレイを切っても日本人が多いのは Xbox、PlayStation、Steam どれだって言ったら PlayStation なんですよ。なんか日本で流行ってる攻略法とかたまにあるじゃないですか。ある程度決まった動きをするみたいなのってやっぱ日本人すごい得意なんですよ。そういう情報って結構日本人同士で共有されてるから、決まった動きをみんなでやりたいみたいなコンテンツがあるとPlayStation 5はかなり強いです。特に今回は集会所が16人部屋だから、みんなで協力して大型モンスターを討伐するみたいなコンテンツ来そうじゃないですか。多分そういう時にスムーズにできる場合が増えるんじゃないかなって思ってます。海外に行き日本人とマッチしたら気をつけろ、採取してたらモンスターの顔を見る前に討伐されるみたいな。みんな一斉にモンスター行くでしょ、野良入ると。あれ結構日本人だけっぽくて、海外の人は結構採取したりとか、なんとなくモンスター狩猟するみたいな人も結構いるみたいで、まあ、人による、全然人によるけど、そういう人もいるみたいだから、うわってモンスターに行きたいみたいな時はプレイステーション5が強いかなって思います。で次、最適化されてる可能性が高いです。だって発売日の発表がプレイステーションの公式番組ですよ皆さん。サンブレイク、スチーム版も非常に滑らかだったんですけど、プレイステーション5はめちゃくちゃ最適化されてましたよね。ロードも早いわ、画質も綺麗だわ。それがまた多分ワイルズでもそうなるんじゃないかな。 TGS でも試遊できたのが、カプコンブースだけじゃなくてプレイステーションブースでも試遊ができましたよと。おそらくカプコン公式の広報さんが TGS で辻元さんとかが木の森でババコンガとか狩猟してた番組あったじゃないですか。あれね、プレイステーション5を使ってるっておっしゃってたんですよ。ってことはやっぱりプレイステーション5をメインで作ってんのかなみたいな感じにね、これわかんないけどね、その可能性は結構あるかなって思ってます。ということで続きまして、高いけど安いです。ゲーム機だけで見ると高いんですけど、ゲーム機だけの用途でパソコン買うんだったら全然プレイステーション5安いです。あとプレイステーション5プロのみになるんですが、プレイステーション5プロはゲームブーストを使うとフレームレートが上がります。さらにワイルズがプレイステーション5プロに対応したらもっと上がります。なのでかなり期待してもいいんじゃないかなって個人的には思ってます。ここに関しては。続きまして、デメリット、まずコントローラー高いです。デュアルセンス自体が1万665円、デュアルセンス H 背面コントローラーありが3万5000円。いろいろ技術が入って物価も高くなってるから仕方ないと思うんですけど、消耗品って考えるとやっぱ高いですよね。でもう一個、はい、オンラインに月額料金が上がります。月額850円します。まとめて払うと年間6800円だったり、あとたまになんか 20% オフとかやってるんだよね。そういう時にまとめて買うと5000円台で買えるっちゃ買えるんですけど、これ痛いんすよね結構。続きまして、パソコンに比べると最高性能は引き出せません。あ、これは当たり前だよね。パソコンってさ、無限大にさ、高額なものをどんどん詰め込めるわけだから、パソコンに比べると最高性能は引き出せないよね。じゃあ次、フレームレート、終盤だと狩猟中に30から37ぐらいでした。これあくまで終盤です。なので今後最適化してフレームレートが上がる可能性は十分にありますし、フレームレート優先の項目があれば 60fps 貼り付けも夢ではない気もしなくはないんですが、試遊版だと30から37ぐらいでした。でね、個人的に最大のデメリットだと思ってるのが入力遅延があります。
まあ今 CS 機でやってる人は絶対気にならないと思うんですけど、今パソコンでやっててプレイステーション5やろうってなると気になる人結構いると思います。これはね、コンシューマーゲーム全部あるよ。スイッチもあるし Xbox もあるよ。次の前にどう？他なんかある？みんな、私が気づいてないこといっぱいあると思うんですけど。モンハンやるためだったら後で売れる。確かにそれ大きい。あ、ダウンロード特典、確かにプレイステーション限定のダウンロード特典ありますね。そうだね、クロスプレイを切ってもチートなどの心配が少ない。絶対ないとは言えないんだけどね。ヘッドセットなくてもボイチャできる。あ、確かにコントローラーでボイチャ可能。プレイステーションこんな感じかな。じゃあ続きまして、ドドン、 XBOX メリットいきましょう。ちょっと XBOX に関してはまだそんな知識ないので、 XBOX 民の方間違っていたら教えてください。よろしくお願いします。いきます。一番コスパいい、これ間違いないよね。しかもコントローラーも安いんすよ。で、XBOX に関しても、プレイステーションと同じく、おそらく発売当日0時から遊べるはずです。で、エラーが起きた時に検索したら対処法に比較的たどり着きやすいです。プレイステーション5ほどではないけど、パソコンよりはたどり着きやすいです。ただし、英訳が必要な場合もあります。そして続きまして、壊れても修理窓口が安定のマイクロソフトです。ただね、プレイステーションに比べるとちょっと時間がかかるんですよね。2週間から3週間なんで、これも早いよね。発送期間も含めてだから、絶対手元に2週間から3週間後には返ってくる。プレイステーションが早すぎるだけで、ゲーパスが神。これやばいから、本当に XBOX のゲームパスっていうね、プレイステーションでいうプレイステーションプラスみたいなサービスあるんですけど、まずマイクロソフトのゲーム発売日当日から無料でできるんですよ。で、なんか新作ゲームとかも、例えばこの間出たカプコンさんからの国つかみとかは100円でできるんだよ。無料でできるゲームもいっぱいあるし、めちゃくちゃ割引されるゲームもたくさんあって、マジでいい。でね、私が XBOX で一番推したいのが、コントローラーです。パソコン使ってる方も、ぜひ使ってください。XBOX のエリコン2、背面ボタン付きめちゃくちゃいいから。まあ合う合わないはあると思いますけど、軽くて押しやすさもあるし、持ちやすさとかもすごいし、日本人の手にすごい合う。しかも安い。高いんだけど、プレイステーションさんとかと比べるとめっちゃ安い。でね、このエリコンの何がいいってさ、自分でカスタマイズできるんですよ。一部なんか壊れた部分とかあったらそれを交換してもいいし、自分の手に合うようなパーツみたいなのを自分で部分的に購入してつけることもできるんだよね。なので私はスチーム版のモンハンをするときは XBOX のエリコン使ってますね。個人的にはかなりおすすめです。続きまして、 XBOX 民は XBOX 民に優しいです。例えばツイッターで、ちょっと XBOX のここがわかんないんだけどどうしたらいいのかなって言うと、結構リプライが来ます。マジで優しい。これガチだから。XBOX っていうそのコミュニティができてるのよ。やっぱ XBOX ってさ、比較的日本人が多くないから、XBOX のゲームで仲良くなった日本人はずっと仲いいみたいな話もめっちゃ聞く。ずっと仲良く遊べる長い友達に出会えるかもしれない。じゃあ続きまして、デメリットいきます。パッケージ販売されてない日本のゲームも多い。ダウンロードはあったりするんだけどね、全然。だからダウンロード版だけ遊んでる人は絶対気にならないんだけど、ただやっぱパッケージ版並べたいっていう民もいるんで、そういう人はやっぱプレイステーションの方が売ってる場合が多いから、コレクターの人はちょっとデメリットかなって思います。続きまして、オンラインが月額料金がかかります。でもいっぱいゲームできます。続きまして、はい、ワイルズに関しては最適化がされていない可能性もあるので、体験版が出るまでどれぐらい動くかに関してはちょっと分かんないよね。絶対動きはするけど、どの程度動いてくれるかは分からないっていうのと、シリーズ S に関しては画質やフレームレートは正直ちょっと期待できない。シリーズ S はその性能がちょっとね、2段階ぐらい落ちちゃうので、画質は荒いしフレームレートもあんまりの可能性はある。ただ遊べるとは思う。あとは入力遅延がある。X はまあ問題ないと思うんですけど、今から S 買おうかなって人は、もしかしたら思ってた以上に画質荒くてカクカクの可能性もあるから、ちょっと待ってください。もちろんね、今後のことを考えたら X 買った方がいいと思うんですけど、やっぱりお値段的な問題が絡んでくるので、これは私、PlayStation 5、PlayStation 5 Pro、Xbox、XS、ちゃんと押さえましたので、体験版が来たら、比較動画を投稿するので、少々お待ちいただければと思います。
じゃあどうですか、 Xbox 他なんかメリットデメリットありますか。パソコンと似てるけどクロスプレイ切られたら多分日本人人口少ない。まあそれはそうだね。 Xbox の利点としてはコントローラーの充電が鬼長持ちする。あ、本当に？エリコンはそんな変わってなかった気がするかもしれない。私はよくゲームするからかな。あ、コントローラーの種類多いんだ。へえ。じゃあ続きまして、パソコン行きましょうか。まずメリット。ハイエンドモデルにしたら、コンシューマー機より、ぬるぬるかつ美麗にプレイができます。お金を積めば、最高の環境が手に入ります。ほら、当たり前ですよね。で、無線をつけると、コントローラーの入力遅延を限りなくゼロに近づけることができます。そして、コントローラーの選択肢が無限大です。スイッチのプロコンであっても、プレイステーション5のデュアルセンスであっても、Xbox コントローラーであっても、Steam では使えますし、最近流行りのカスタムコン、ゲームに特化したコントローラー、ちょっとお高いものも選ぶことができます。例えばさ、プレイステーション4のコントローラー好きって人結構いらっしゃるじゃないですか。でも今プレイステーション5では使えないけど、それがパソコンでは使えますよ、みたいな。そんなこともできちゃいます。さらに、キーボードとマウスで遊ぶという選択肢も取れます。これ大きいよ。モンハンのボーガンの TA 勢の人、結構キーマウに映ってますね。そっちの方がエイム狙いやすいからとか、調合とかも。キーボードマウス操作難しくないですか？もう慣れです。だってスイッチ版のサンブレイクのかけり虫最初難しかったもん。できる気がしないって言いながらやってたけど結局慣れたから、キーボードマウスも慣れれば簡単だと思います。で、さらに、パソコンは、いろんなゲームが遊べます。パソコンでしかできないゲームめちゃくちゃある。しかも大体、すごい安かったり、無料だったりする。無限にゲームあって、名作って言われてるゲームほど、パソコンでしか遊べなかったりするから。インディーゲームが特に多いんだよね。一生遊べるんで、時間ある人は、特におすすめです。あと、あれなんだよね。別にスチームである必要性ないから、パソコンで Xbox ゲームパス入るのがいっちゃんゲーム遊べると思います。あと、パソコンのメリットは、ゲーム以外もできるし、VTuber 配信みたいなのできますよね。パソコンがあれば、パソコンで配信できる。もちろん、Xbox とか PlayStation でも配信できるんだけど、こういうのつけたりとか、しながらゲームもできる。あと、画面のカスタマイズもできる。こういうテロップ出しながら配信っていうのもやっぱパソコンじゃないとできないから、これがすごいメリットかな。あ、そうだね。デュアルディスプレイとか結構必要になってくるかもしんないけど、YouTube 見ながらゲームもできるからね。で、これも大きいよ。はい。オンラインの月額料金がいりません。Steam オンラインにつなぐのお金いりません。無料です。これ何気にすごいよね。そうそうそう。で、これね。資産が無駄になりません。パソコンって中身をね、ちょっとずつ更新していくだけで、一生使えるんですよ。パソコンの中にグラフィックボード、CPU、マザーボード、SSD とかいろいろ入ってるんですけど、そういうのちょっと良くしたいなと思った時に、一個だけ買えるみたいなのができます。できる人はできます。知識はもちろんいるし、いろいろ考えなきゃいけないけど、まあ、一応更新はできます。あとなんかまあ詳しくなくて自分で開けたりするの怖いよっていう人は一応パソコンショップに持ち込めばちょっとお値段はかかりますけどやってくれます。じゃあデメリットいきましょうか。コントローラー別売りです。 Xbox も PlayStation もコントローラーはセットでついてきますが別売りです。あとこれね、知識がないと初期設定もそうですし思わぬ落とし穴があってなかなかゲームにたどり着けません。結構スチーム見づらかったりするしね。日本人にはあんまり理解できない検索方式とか出てるから。どうしてもやっぱ知識ないとだいぶしんどいかなみたいな。これはしょうがない。みんな誰もが通る道だからね。で、続きまして、これメリットのとこで話した、資産無駄にならないとは言いましたけど、パーツ買い替えても知識ないとショップまで持ち込んで変えてもらうと、お金も費用も時間も全部別途でかかるんで、どうしてもね、知識源になります。頑張れる人はいいけど、今から知識いっぱい蓄えようっていう、アグレッシブな人とか、あとは友達で詳しい人がいて、自分もそれでさらに学ぼうっていう気持ちがない人はおすすめしないかなと。さらに、検索してもエラーの原因が出てきません。あ、このエラー、なんか出たけどなんでだろうって検索してみて。検索した結果見てみようかな。1、再起動してみよう。2、USB を外してみよう。3、パソコンを初期化してみよう。
いかがだったでしょうかみたいな、そういうのがたくさん出てきて、なかなかたどり着けない時もある。難しい。そして修理は購入パソコンショップによる。電話サポートとかも基本ありません。普通に使えるまでは教えてくれる電話窓口あるんですけど、じゃあ今からスチーム入れてモンハンダウンロードしたいです、教えてください、できません。本当に最初の立ち上げとマイクロソフトログインぐらいまでは教えてくれるかもしれないけど、ジャグラボの更新してとか、必要なものをダウンロードしてとか、何にも教えてくれないから、これはもう調べないといけない。これね、パソコン使ってる人からしたら当たり前のことなんだけど、使ってない人は割となること、最初は誰でもあるじゃん。パソコン勢の人覚えてないかもしれないけど、最初いろいろ戸惑ったでしょ。今では常識って分かってるけど、最初え、なんでってなること結構あったと思うの。そのつまずきをやらなきゃいけないから、多分私みたいに若い頃に乗り越えた人だったらいいけどさ、今働いて働いて疲れて学ぶ気力ないみたいな人が一から調べるのって結構な労力だと思うの。だからこれはね、覚悟してやっていただければなって思ってます。続きまして、はい、あくまで新しく一から買う場合コスパ悪いです。一回買っちゃったら中身変えていけばいいから。これはもうしょうがないよね。だってゲーム専用機にコスパで勝てるわけないですから。まあその代わり他にいろいろできるメリットはあるよっていう感じ。で、パッケージ版がないです。一部オンラインゲームで例えばファイナルファンタジーとかだったらパッケージみたいなあるっちゃあるんだけど、基本ないよね。パッケージ集めたいコレクターの方には向いてないです。続きまして、はい。おそらく発売当日の14時です。これ理由がありまして、発売前特典が13時59分までの発売なんですよね。なのでおそらく14時発売です。これがねしんどいな、半日遅れなんですよ。まあでも気にならない人多いと思う。でも気になる人にとってはだいぶ大きいかな。これは結構人によっては大きなデメリットかなって思ってます。で最後、野良で遊ぶときはチーターがいることを頭に入れておかなければならない。これね、ちょっとね、語弊を生むかもしれないですけど、パソコンのゲームって、モッドが許されてるゲームあるんですよ。モンハンは許されてないんですよ。カプコンさんが禁止って言ってるんで、ダメなんですけど、モッドが OK みたいなゲームが割とあるんですよね。やっぱそういう人はいる。遭遇率高い。私、見たことあるのは、ミラボレアス一撃で討伐してる人ぐらいかな、遭遇したの。クロスプレイだと変わらない気が。そう。だから、プレイステーション5と Xbox は、クロスプレイ、オフれるんですよ。それで対策できるんですけど、Steam 版はどうしても、クロスプレイ切ったとしても、Steam 版の人としか遊べないから、どうしてもチーターの人と出会ってしまう可能性がある。しかもなんか、怖いこと言うよ。ほとんどないけど、こっちのデータまでちょっと壊れちゃうみたいなやつを導入する人もいるという時もあるらしくて、ほぼないと思うけどね。そうだね、チーター対策は随時更新されてるし、もちろん対策は組んでくれると思うけど、いたちごっこだから絶対なくならないから、そんな感じですかね。じゃあ他パソコン版のメリットとデメリットありますか。あ、ワイドモニターでゲームできるのは確かに。私昔ワイド版でゲームしてたんですけど、すごい横長でプレイできるから普段見えないところまで見えて、モンスターの動きにすごい過敏に反応できたんですよね。ただあれ配信に向いてないんだよね。プレイはしやすいワイドモニター。あ、音にもこだわる。確かにタイピングが上手くなる。まあでもパソコン全然詳しくない人、一回パソコン買ってゲームするのありですけどね。パソコンってほんとゲーム以外いろいろできるから、絵描きたいだったら絵も描けるし、プログラムも描けるし、ゲームだって作れるよ。人生潤うと思います。ということで、まとめです。それぞれおすすめな人、プレイステーション5、無難でそつなくこなせれば OK な人、煩わしいことが苦手な人、これは間違いないでしょ。もうとりあえずワイルズできたらいい、困った時に後悔したくない、プレイステーション5。こだわりない人、特にプレイステーション5でいいです。でさらにプレイステーション5プロ、画質やフレームレートをワンランク上にしたい人、無難でそつなくこなせて、かつ画質やフレームレートもいいやつがいいな、これプレイステーション5プロで、Xbox X、 これコスパ重視の人で、ゲームパスとか Xbox コントローラーに魅力を感じる人、あと海外の方と交流したい人、これは Xbox。 さらに S、 コスパを最重視しててとりあえずモンハンできればいいっていう人、ただこれ体験版の比較動画を見た後に購入することをおすすめします。で、パソコンの人いっぱいあります。はい、最低スペックに届かないけどゲーミング PC のパーツを変えるだけで遊べそうな人、
今パソコン持ってて最低スペック届かないけどパーツ変えるだけで遊べそうな人、パーツ変えましょう。ちょうど買い替えようと思ってた人、4年ぐらい前に買ったやつなんだよね。そろそろ買い替えようかな。これもいいじゃん、どうせ買い替えるなら。多分プレイステーション5単体で買うより安いでしょ。買い替えましょう。あと当日遊べれば発売時間気にしない人、予算が潤沢にあり最高スペックで遊びたい人、もう石油王の方はパソコンで行きましょう。最後、他にも使いたい用途のある人、こんな感じ。じゃあ質問コーナーしましょうか。中途半端なスペックでどうするか悩む。体験版待つのありじゃないですか。体験版やってみて、あ、これで十分だなと思ったら買い替えなくてもいいし、いやちょっともうちょっとフレームレート出た方がいいかなみたいな場合だったら買い替えたらいいし。高 FPS で攻撃が遅くなる問題で損した経験ありますか？サンブレイクとかだと狩猟笛のコンボで最後の一発スイッチだったら入ってたのにパソコン版だと入らないとかありましたね。60までならいいんですけど、120になったらコンボ繋がらなくてモンスターの攻撃被弾したりするんですよ。私ね、一応元あの TA 勢なんですよ。公式大会とかでよく壇上立ってたタイプの人間なので、今もう全然上手くないんだけど、一応多少はそのここでどのぐらい攻撃が入るのかなとか、ここでこうしたら次こうなるからみたいな、一応組んで狩猟することも過去できたタイプの人間だから、まあ、そういう前提知識があるからこそ、今こっちは入ってたのにこっちは入らないみたいなのがすごい気になるタイプだと思うんですよね。だから普通のハンターさんはフレームレート上がってもあんま気にならないと思います。でも私は気になる。パソコン版で体験版来るんですか？解析されちゃうから出さないタイトルもありますけど、わかんないですね。多くの人が困らない。私そんなに困らないけど、パソコン版で体験版来ないともうわかんないじゃん、スペック。それでストリートファイター6が去年クラックされた。そうなの。プロの通常版と20周年記念モデルを申し込んでるチェチダシはモンハンモデル発表したら申し込みますか？これね、私思うんですけどいいですか？今もしモンハンモデルのプレイステーション5が出るってなったら結構荒れると思いません？だってもう予約してる人多いんだよ。予約してる人多いのに本体来たら枯れると思うんだよね。だから来ないとも、来てもコントローラーじゃない？あ、カバーだけなら出すと確かに。でもカバーだとプロ付け替えできないんじゃなかったっけ？今回のプレイステーション5、プレイステーション5プロ、Xbox シリーズ SX、そして Steam のメリットとデメリット、皆さんとね、お話しさせていただきました。もしかしたらね、間違ってること結構あるかもしれないので、コメント教えてください。よろしくお願いします。